はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日は2対1の練習をするとディフェンスも上手くなるというお話をしていきます。もしあなたのチームの、子供たちがですね、ディフェンスすぐ抜かれちゃうんだよなとか、カバーが遅くて気が利かないんだよなとかですね、あとはボールがなかなかつかめない、せっかくシュート落としてくれてルーズボールになったのにそのボールをつかめないとか反応が悪いとか、そんな風に考えている方はこの動画を見ていただくと お役に立てるかと思いますので、ぜひ最後まで見てください。前回の動画、まだ見てない方ぜひ見ていただきたいんですが、バスケットボールの最小単位っていうのは2対1だよっていう話をしました。1対1のね、攻防っていうのをたくさん練習でやりがちで、それはそれで大事なんですけれども、1対1っていうのはあくまでパスがない、味方がいないから、駆け引きの練習としてはあんまり良くないよと。駆け引きの練習をするために、2対1とか3対2とかアウトナンバーの形で練習するのがすごく大事だよっていう話を前回しました。で、今日はその裏側というか、どちらかというとディフェンスに焦点を当てた話をしたいと思います。で、2対1の練習ですね。前回練習方法はいくつか紹介しましたけれども、まあ、ハーフコートでこう2列に赤が並びますと。で、ディフェンスは1人います。で、ここで、まあ、ドリブルとか、パスとかで攻めていって、で、ここで攻防をするというね、ミニゲーム。まあ、2対1の練習ですね。この時に、オフェンス側からすると、判断としては自分が攻めれるのか、それとも、守りに来たから味方にパスをした方がいいのかっていう、こういう判断になると思うんですけど、ディフェンス側からすると、これはですね、一人で二人分の動きをしなきゃいけないっていうことがトレーニングになるんですね。この一人で二人分の動き。要するに、ここで、2番の選手がドリブルで来ました。そしたら自分は出ていくとすると、きっとこっちにパスをするだろうから、ただただ出ていくだけじゃなくて、出て行ってパスをする瞬間にこっち戻るとかね、こういうフェイントを自分からかけていくっていうトレーニングになるんですよ。ね、当然このディフェンスからするとですね、自分が守ったらこっちが空いちゃうんで、思いっきり出ていくってことはあんまり次の展開が読めてないということになりますから、そうじゃなくて思いっきり出つつパスがいったらこのカットを狙うというような、一人二役っていうかね、分身の術じゃないけど、こっちと見せてこっちみたいなね、こういう動きをするのには2対1の練習が最適なんです。だから1対1でとにかくね、1対1だけで守り抜くってことの練習もいいんですけど、これでね、フットワークを使ってガーッとこう守り抜くっていう練習もこれはこれでいいんですけど、この駆け引き的なところ、その反応するっていうところに関しては、1対1だけだと不十分で、私は2対1の練習で、この人が1人2役でこう動いていくっていうことをするのが非常にいいんだと思います。はい。で、こういう動きのことをゾーンモーションって言うんですけど、ね、一人で二人分、地域を守っていく。こういうのをゾーンディフェンスって言いますよね。こういうゾーンモーション、右と見せて、左に行くとかね。出ないふりして急に出るとか、出たふりして下がるとかっていう、自分からフェイントをかけるっていうことを、どんどんディフェンスで練習していくと、駆け引きが上手くなると思います。まあ、フェイントっていうとね、どうしてもパスフェイクとか、シュートと見せてドリブルとか、そういうオフェンスのボールの扱いに、なんとなくイメージが湧きますけれども、実はディフェンスにもフェイントがあるわけですね。先ほど言ったように、この人がボーッと立っているふりをして、ドリブルしていて、こっち守ると見せてパッと行くとかね。それから、思いっきり守りに行ったと見せて、このパスを狙うとか、そういうようなゾーンモーションでフェイントをするってことをすると、すごくこういうディフェンス的な駆け引き。ああ、こっち来るだろうなっていう予測とかですね、ボールが来るかもしれないっていう一歩反応が早くなるというようなことが身につくので、ぜひこういう2対1だとかで、ゾーンモーションの練習をしてみてください。で、最後練習方法ということなんですけども、今の形でいくとね、もうちょっと整理すると、この2対1の攻防の時に、まず教えてあげるべきことは、まずはゴールを守るんだよという話ですね。これ3番がドリブルしていって、思いっきりこう出ていっちゃったら、今の話の逆でやられちゃうわけですね。だから、大事なのはゴールを守ることだと。イージーにレイアップをさせないような守り方をするのが第一で、ボールに出ていくのはその次なんだよっていう、こういう順番を教えてあげてください。そして、もしね、このままこうパスをして駆け引きをしていくと、もうこの人はその、オフェンスはそれより先に進めないなっていう判断をして、途中でこの辺りからジャンプシュートを打つことがあると思います。で、ジャンプシュートが打ったら打ったで、これはディフェンスの勝ちだと。たとえこれが入ったとしても、2対1の状況ではディフェンスが勝ったというようなことを教えてあげて、まずゴールを守りましょうと。その次にボールに出ましょうと。
で、最終的にジャンプシュートをさせれば、ディフェンスとしては拍手っていう感じで、2対1の練習をやっておくといいと思います。2対1の練習方法は前回の動画をね、ぜひ参考にしていただいて、どんな練習でもディフェンスの練習にはなるので、2対1の時にはゴール、ボール、で、最終的にジャンプシュートをさせるんだよっていう、この判断基準を教えてあげるといい練習になると思います。もう一つサークル3対2を紹介したんですけど、これはウォーミングアップドリルとして、このサークルの中でもいいし、もうちょっと広くて制限区域の中でもいいんですけど、ディフェンスが2人います。そしてオフェンスが3人。まあ、例えばこんな感じですね。だいたい制限区域の幅で。うん。ここでですね、パスをポン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 回すんですね。オフェンスからすると、なるべくこう多くの、タッチパスをして、すぐに、ボールを持った人が長く持たないで判断して、パスをどんどん回していくっていう練習になるんですが、こっちのディフェンダーからすると、その駆け引きの練習になります。ちょっとこう図をね、大きく見ますけれども、例えば、こういう状況になってた時に、この3番のプレイヤーがまっすぐ進んで、で、この1番の選手がど真ん中にいるってなるのが、一番予測が立たないんですね。そうじゃなくて、例えばこの3番の選手がですね、極端に書くと、こういう風にしてコース限定すると。こういう風にした時点で、おそらく4番へのパスっていうのはあんまりなくなりますよね。で、なくなったら、この1番の選手がこっち側にシフトするという形をとって、で、このパスが出たのを狙うっていう風なコンビネーションをすると、この3番がコース限定、そして1番が予測っていうことで、こういう、3対2の、まあ、パスに対する練習をするとですね、非常にこれが、いいトレーニングになりますので、これを、この制限区域の幅か、またはサークルの幅で、あえて狭いところでやってみてください。まあ、こういうふうにして、もしこれでパスが行っちゃったら行っちゃったで、今度ここにコース限定して、こっちへのパスをさせるとか、まあ、逆にこっち側にパスをさせてこれを狙うとか、とにかくコース限定と、ね、オフボールのもう、奥のディフェンダーは、フェイントをかけながら、スティールを狙うというような練習をウォーミングアップで入れると非常にいい練習になるかと思います。なので、今日はね、2対1はディフェンスも上手くなるということで、アウトナンバーの攻防をするときに、オフェンス側だけじゃなくて、ディフェンスからもフェイントをするんだよと。そして判断基準としては、まずボールを守、ま、ゴールを守って、ボールを守って、ジャンプシュートをさせれば勝ちだよということを教えてあげながら、こういったウォーミングアップドリルをやると、きっとね、すぐ抜かれてしまうとか、どうも反応が遅いとかっていうような、こういった悩みを解決できるのではないかというお話です。はい、今回もありがとうございました。このバスケの大学では指導者の方の悩み解決になるような、お話をしております。今日の放送がちょっとでも面白かった、興味が持てたと、役に立ったという方はぜひチャンネルのフォローをよろしくお願いします。またグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。それからですね、このバスケの大学で取り上げてほしい、まあ、質問だとか、そういったものがあればぜひコメント欄にてお願いいたします。最後にお知らせです。私のこの下の説明欄にね、メルマガのリンクが貼ってあります。メールマガジン登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画をプレゼントしております。その後はコーチングに関するいろんな悩みに私がメールでお答えしますので、無料にてメルマガの登録よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。